アガブリアート自治管区アガブリアート自治管区の紋章アガブリアート自治管区の旗アガブリアート自治管区はロシア連邦をザバイカリエ地方に帰属する自治管区行政の中心はアニンスコへこの地域はイルクーツク時間帯の標準時を使用している時差はトックプラス8時間で価時間はないシベリア南東部に位置しモンゴルとの国境に近い 下州に囲まれている。2002年の統計では人口の62.52%をブリアート人が占める。その他、ロシア人、タタール人など。一体は1648年にロシアの支配下に入り、ロシア人の入植が始まった。1937年に自治管区が設置される。住民は伝統的に馬やラクダの飼育に従事しており、 今日でも重要な産業である、カネイアビスマスの採掘も行われている。ありがとうございます。